こんにちは。そうですね、銀座のママの話よくわかります。まあ、私もね、同じ広島にいて、まあ、いわゆる夜の街の商売がどういうふうな形になってるのか本当に痛感するところがあるんですよね。まあちょっとね、これはね一言では言い表せないんで今日は控えておきますけども、今日はねちょっとね戦中戦後の話にしましょうかね。1945年に、大東亜戦争は終わったわけなんですけども、その戦時中ね、日本特に終戦間近なんですけども、まあ、本土決戦に備えて空襲に耐えてきた、まあ、日本があるわけなんですよ。各主要都市ってのは爆撃されて、まあ、焼け野原一面になりました。広島は原子爆弾が落ちて、長崎もそうですけどもね、一挙に15万人ぐらいの方が亡くなって、家、店、店舗、いろんなものがね灰になりました。その時でもビジネスってあったのかなと思うんですよ。まああったんでしょうね、きっとね、わずかながら残っていたと思うんですよ。ただこういうふうに日本中の都市が破壊されると、個人的に何かをやっていてもすでにですね、流通も起きなくなってますし、相場もぶち壊れちゃってるんで手も足も出ないんじゃないかなと思うんですよ。でそっからですね、今75年経って令和2年になると、まあ町はそのまんまあるわけですよ。爆撃を受けたわけでも、もう消失したわけでも何でもないんですけども、ただテナントは空洞化されていって、商売ってのはいろんなところでね、もう今壊されているんだと思うんですよね。この状況生き残っていくのは相当きついなと思いますし、店舗が潰れれば家賃をもらっていたビル、テナント、大家さんっていうのも多分やっていけないんじゃないかなと思うんですよ。ということでね、こういう時は、やっぱり私はね、個人の力ではどうしようもない時には国の力が働いて救済するべきだと思うんですけども、そのためのね納税ですからね。でも残念ながら今回は全く動いてくれなくて、まあ潰れるところは潰れていきないよみたいなね、そんなことをね財務省の提言にもあるぐらいなんですよ。だから中小企業の新陳代謝を活性するために、ある意味ね補助を打ち切って見殺しにするそうなんですよ。なんとも血も涙もないというふうに大門議員も言われてましたけども、でも情報ビジネスってこんな時でもね使っていけるんですよね。そして私の言う情報ビジネスっていうのは、細々とまだねなんとか生き残ってるところを紹介してあげることによって、その店がね潰れずに済むような方策を練るとか、今回の給付金とか補助金とかっていう制度もありますけども、こういったものをお知らせすることによって、それを利用してなんとかなる人にはお知らせしていく、そういった方法論とかノウハウとかね。それからもしね本当に見通しが立たないんだったら、じゃあどのように復活すればいいかっていう情報を伝えていくってことでお役に立てるんじゃないかなと思うんですよ。まあみんながみんなね情報ビジネスやっちゃうと、それはそれで成り立たなくなっちゃうんですよ。誰かは飲食店をやらないといけないし、誰かはトラックドライバーをやらないといけないし、誰かは何かしらのねリアル商売をやらないといけないと思うんですよ。ただここで言えるのは、全員がリアル商売をやるのも、これも過当競争になって成り立たなくなる。全員が情報ビジネスやっても、これはこれでリアル店舗がなかったらやっていけなくなるというところで、まあバランスなんだろうなと思うんですよ。でこの度一気にですね店舗ってのがなくなって、会社ってのができなくなった時に、情報ビジネスに移る方はねまだまだ募集なんですよ。情報発信する方は少ないですから、まあ、全然少ない。なぜなら情報発信で稼ぐ方のその所得がこんなねうなぎ登りってことは、まだねそれを分配する余地があるってことなんですよ。だから情報発信で儲けてる人が少ないから、一人当たりの収益っていうのが大きくなるってことを考えると、もっともっとね情報ビジネスをやる方が増えたらいいなと思います。私もねまだまだね情報に関してやりたいことがあるんですけども、手が回んないんですよ。まあ意欲もあんまりないですけどね、もう本当に自分だけやっていければいいような、そのね月収1000万とか2000万狙ってるわけじゃないですからね。というところで、情報ビジネス最強なんで、情報ビジネスみんなでね入ってくればいいじゃないですか。やりましょうよって形なんですよ。資格もいらないし、いつ始めるのも自由だし。でも逆にですね、これね続かずに辞める人がむちゃくちゃ多いんですよ、ね、上司もパワハラも何にもないのに、なんででしょうね、なんでなんでしょうかね、不思議ですね。情報ビジネスにパワハラはないですよね。命令する上司もいないですし、言うこと聞かない部下もいないんですよ。ものすごく自由なのになかなか続かないというね、こんなこともあります。吉田さんどう思います？これは。では行ってらっしゃい。